はい、12月の15日から27日まで、約2週間ね、タイの滞在を終え、日本へ帰ることになりましたね。帰りももちろん一人なので、なかなか取りづらいという状況でございますけども、ね、朝の8時、ね、税関を越えて、税関を越えるとすぐ、こういうね、綱引き、ね、運動会をしてます、ね、神様が運動会をしておりますよ。まあ綺麗なんですね。綺麗くてもうどでかいんですよ、空港が。なんせね、これ神様ですね。はい、まあ免税店ね、たくさんあるんですけど、もう高価なもんばかりでね、ご飯も免税店、ね、町の3倍はするんで、いつも私はバーガーキングでね、腹ごしらえをします。バーガーキングでもセットで1000円ぐらいしますね。300バーツぐらい高いんすよ。クソ高い。でもうまいんですね。さあ帰りますよ。なんとかいつもバーガーキングで帰ります。じゃあいただきます。パクパクむしゃむしゃ、パクパクむしゃむしゃ。あはい、はい、ゲートへ向かうんですけど、これがまた遠いね。動く歩道に乗ってトコトコトクトクとね、トクトク言うとりますけども、はい、向かっていくとですね、こういうドーム型の空港なんですけども、とにかく広い。だからもうね、結構余裕持っていかんと、ほんまにだいぶ走っていかなあかんことがあるんですわ。でね、税関も結構混んでる時混んでるから、もうさあ、とうとう帰りますよ。1分へ、ジャパンへ帰りますね。約2週間。